にちは。バスガイドぶらり旅にようこそ。さあ今日は京都にやってきています。京都は伏見稲荷です。全国にある稲荷神社の総本社である伏見稲荷、全国にね3万以上の稲荷神社があるんですよね。その総本社として人気なのがこちらの伏見稲荷になります。伏見稲荷はですね、全国の神社仏閣の中の三が日の初詣でもランキング第4位に入っているという大変人気の神社なんですよね。さあこれからですね、今日はこちらの伏見稲荷をご案内していきたいと思います。さあ今日は5月の10日朝はねまだ10度ぐらいしかないんですよ。結構寒い中なんですけども、今日は歩きますよ。さあこちらの伏見稲荷はですね、後ろに稲荷山という山があるんですね。こちらの稲荷山、標高が233メートル、このお山の上まで全部が境内となっているんです。今日は本殿のお参りからお山巡りということで4キロの道のり、普通に歩いてね2時間コースなんですよ。これを今日は頑張って千本鳥居をくぐりながらお参りの旅に行きたいと思います。それではですね、早速こちらの大鳥居の方から本殿の方へとまずは向かっていきたいと思います。今日も浪江がお送りします。カメラマンはみゆきちゃんです。どうぞよろしくお願いします。それでは大鳥居くぐっていきますよ。さあ早朝のお稲荷さん、いいですね。静かです空気が澄んでますよね。皆さんの中にも伏見稲荷をお参りしたことある方きっと大勢いらっしゃると思います。多分にぎやかなところをね思われている方が多いんじゃないかと思います。日中はすごい人なんですよね。まあ、このコロナ禍になる前までは外国人の方の多くが必ずお参りするのがこの伏見稲荷ということで、国際色もねとっても豊かだったんですよ。でこの参道も人でごった返していたんですね。で向こう側にねお土産物売ってるコーナーなんかもあるんですけども、そのあたりの参道の方にもですねたくさんの方が詰めかけて、とってもね連日にぎやかなところなんです。で今日は朝一番というところで静かなところをご案内していきたいと思います。さあお稲荷さんといえば何といってもやっぱり朱塗りですよね。これからもですね千本鳥居をはじめとしてたくさんの鳥居と、そして、本殿拝殿なども皆この二塗り朱塗りになっているんですよね。朱というのはもともと水銀が含まれていて、耐久性を持つということもあるんですけれども、やはりこの朱を見ると元気が出ると思いませんか。お稲荷さんに来るとやっぱり元気をいただけますよね。さあ大きな鳥居の向こう側に見えてきたのが楼門です。大きいですよね。神社の建築としてはまさに最大級の大きさを持っているのがこちらの楼門なんです。こちらの楼門は豊臣秀吉によって建てられたというふうに言われています。豊臣秀吉がですね伏見桃山城お城を作った後にですね聚楽台を作った時に、その聚楽台の中に稲荷神社をお参りしたというふうに言われています。その翌年に豊臣秀吉のお母さん大満所が病気になってしまったんですね。その病気平癒の祈願にこの伏見稲荷にやってきたんだそうです。なんとか病気を治してください、治してくれたら1万石差し上げます。見事病気が回復をいたしまして、その翌年の天正17年1589年にこの楼門を建てたというふうに言われているんです。立派な楼門ですよね。さあそれではこの大きな楼門をこれからくぐっていきたいと思います。その前にねお狐さんがいるのでちょっと見ていきたいと思います。行きましょう。さあこの楼門をくぐる手前にいる駒犬ならぬ駒狐さん、ご覧になってみてください。お稲荷さんといえばやっぱり何といっても神様のお使いとして知られているのが狐なんですよね。別に狐が祀られているわけではないんですよ。狐は神様の眷属お使いなんですね。こちらの狐は鍵を加えています。そしてこちらの狐は玉を加えているんですね。これ一応あ運になっているんです。
はい、それでは重要文化財の楼門をくぐっていきたいと思いますが、こちらから一直線見てみてください。荘厳な雰囲気が漂ってますよね。くぐってすぐが下拝殿、向こう側に内拝殿、そして本殿というふうに続きます。それでは行きますよ。はい、それでは楼門をくぐってくると、こちらが外拝殿と書いて下拝殿と言います。こちらは1840年に建てられました。やっぱり重要文化財になっているんですね。さあ、こちらの建物、毎年とも言われるんですけれども、ここに灯籠が下がってます。よく見るとこれヤギなんですよね。順番ぐるっと回っていくと12の星座を表しているんですよ、ね、一回りしながら内拝殿の方へと向かっていきたいと思います。はい、カニに続いてこちらが天秤です。はい、それではいよいよ拝殿の方からお参りをしていきたいと思います。この拝殿の後ろに本殿があるんですよね。さあ、もともとこの伏見稲荷、和道4年西暦711年に朝鮮からの帰化人波多氏によって、この後ろのお山、稲荷山の3つの峰、三ヶ峰に羽化の御霊の狼がお祭りされたんですね。ですからもともと山頂3つの峰にお社があったというふうに言われています。それが本殿が下に下ろされたのが1438年、こちらの方に本殿が建てられました。ところが室町時代の応仁の乱によって1468年に焼け落ちてしまったんですね。そして再建されたのが1499年ということなんです。重要文化財になっています。こちらの本殿、拝殿の方からお参りしていきたいと思います。主祭神は羽化の御霊の狼、合わせて御柱がお祭りされています。それではお参りにしていきましょう。はい、改めて拝殿前の狐さん見てみてください。こちらの狐は稲をくわえているんですね。稲穂をくわえています。和道4年711年、御祭神である羽化の御霊の狼が稲荷山に稲穂を担って降臨したというところから稲荷という名前がついたんだそうです。こうしてですね、稲穂を加えているもの、玉を加えているもの、いろんなね、お狐さんがこれから現れてきます。尻尾の上に乗っているのは火炎宝珠ですね。これで世の中を、そして暗い道を照らしてくれてるんですかね。はい、それでは本殿のお参りが終わりまして、再び下拝殿の方へと降りてきました。これから、ね、上に上がっていきたいところなんですけども、一つこちらの神社をご紹介したいと思います。こちら吾妻麻呂神社というんですね。江戸時代の国学者加賀の吾妻麻呂を御祭神として祀っている神社なんです。加賀の吾妻麻呂という方、この方はですね、国学者として四大神の一人に数えられてるんですね。鴨の真淵、元織宣長、平田篤胤、そしてこちらの加賀の吾妻麻呂なんですね。さあ、この方はですね、この伏見稲荷の神官の子として生まれているんです。実はね、そこにちょっと古い大きな戸が見えています。こちらは加賀の吾妻麻呂の旧宅なんですね。史跡になっています。さあ、なんといっても国学者ですから、あやかりたいという受験生が多くお参りに来られるところなんです。まさに学問の神様というところなんですね。まあ、ですからね、まずはこちらにお参りしてから上に上がっていきたいと思います。はい、見てください、この千羽鶴、ね、皆さん合格祈願なんでしょうね。
すごい数ですよね。知恵を授けていただけるようにお参りしてました。はい、それでは本殿を横から今見ていただいているんですが、本殿の後ろ手のところ、こちらにもお社が建っています権殿という重要文化財なんですね。神様をね、ご遷座するところなんですね。例えば修理をするときだとか、ね、何かがあったときに神様を一旦こちらの方に遷座をして、そして修理を行ったりというような形で、1635年江戸時代の初めに建てられたものです。こちらも重要文化財となっています。さあ、それではですね、上に上がっていきたいと思います。さあ、これからですよ。もうね、ここで終わりじゃないですからね。伏見なりはここからなんですということで上がっていきたいと思います。さあ、ここで再び鳥居をくぐります。さあ、狛犬ならぬ狛狐さん、こちらにもいらっしゃいます。巻物を加えてますね。いろんな狐さんにもこれから会っていきたいと思います。はい、それでは上がっていきますよ。さあ、階段を少し上がってきたこちらにはたくさんの抹茶が並んでいるんですね。ずらりと、はい、数々のお社がございます。さあ、さらに上がっていきますよ。はい、こちらは神明社ですね。はい、それではこれから稲荷山上がっていくにあたりまして、ちょっと境内の案内図見てみてください。さあ、大きいんですよ稲荷山。とにかく面積が広いです。この稲荷山、今現在ですね、現在地っていうところにいますよね。現在地、はい、現在地見えますか。現在地にいます。今現在地にいます。ここから奥宮を通って、これから千本通り、ね、もう伏見稲荷といえばこの千本通りが有名ですが、千本通りをぐーっとくぐっていって奥社法拝所というところに行きます。ここの奥社法拝所からぐーっと鳥居をくぐりながら、はい、上がっていって三つ辻、四つ辻を通って、さらに三の峰、愛の峰、二の峰、そして一番上の一の峰まで上がって、反対側をぐるりと回りながら下ってくるという感じなんですね。標高差結構あります。4キロの道のりでね、だいたいぐるっと回ってきて2時間と言われているんですよね。さあ、これからたくさんの鳥居をくぐりながら稲荷山上がっていきたいと思います。いきますよ。さあ、こちらは重要文化財の奥宮なんですね。こうしたお社が境内にたくさん建ってるんですけども、一段格式が高いのがこの奥宮になります。こちらも同じく宇賀の御霊の神稲荷大神が祀られています。さあ、奥宮の隣にちっちゃなお社があります。お社たくさんあるんですけれどもね、こちらが白虎社と言います。要するに白狐、狐が祀られているお社なんですね。稲荷神社っていうと狐を祀ってるって思われてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、お稲荷さん、稲荷大神が祀られていて、そのお使いとなっているのが狐なんですが、ここはその眷属である狐が祀られているお社なんですね。はい、それでは奥宮の横にある大きな鳥、これをくぐっていくといよいよ千本鳥居です。お稲荷さんといえばやっぱりこの千本鳥居ですよね。さあ、ちょっと正面立って見てみてください。朱塗りの鳥居がずらっと続いていく幻想的な雰囲気、見ていただけますでしょうか。
さあこれからお山を上がっていきます。こうした稲荷山を巡るのお山巡りと昔から言われてきたんですね。こうしてねたくさんの鳥居が立つようになったのは江戸時代の末頃からではないかというふうに言われてるんですね。願いが通るということでこうして鳥居を通っていくということなんだそうです。さあここまで大きな鳥居の中をくぐってきました。大きい鳥がずらっとついてるんですね。ちょっと振り返って見てみてください。振り返ると奉納した方のお名前そして奉納した年月日などが刻まれているんですね。ちょっと表から見るのと裏から見るのはちょっと雰囲気が違うんじゃないでしょうかね。さあ今度はこちらから小さな鳥居になります。さあこの先道が二手に分かれていて小さな鳥居なんですね。現在のところやっぱりコロナ禍ということでしょうかね、右側通行になっているのでこっちから行きたいと思います。さあ今度はですね大きな鳥居とは全く違う幻想的な雰囲気が見ていただけるんじゃないでしょうか。入ってきてください。いいですよね。さあやっぱり伏見稲荷というとこの千本鳥居、これをイメージされる方がねとっても多いんじゃないかなと思います。賑やかだとねここの周りをたくさんの方がね間を歩いてますからあまり鳥居が遠くまで見渡すことがないんですけども人がいないですからねずっと奥まで続いていく鳥居がとても神秘的ですよね。荘厳な雰囲気があるんではないでしょうか。さてこれはですね一本一本やっぱり皆さん願いを込めてそして願いが叶って鳥居を奉納していかれてるんですね。ですから鳥居は買って奉納しています。鳥居がね結構高いんですよ。5号サイズから10号サイズまであるんですけども一番安いのがね21万円だったかな。で一番高い大きい10号サイズが160万円からって書いてありました。鳥居の大きさとその鳥居を設置する場所によって金額が違うんだそうです。皆さんもぜひと言いたいところですけども今ねこれだけびっちりと鳥居がもうね隙間がないんですよ。なので、新しい鳥居を頼んでもちょっと待ってくださいみたいなこともあるかもしれないんですね。江戸の昔からね江戸時代の末からこうして鳥居が建てられるようになってそれからどん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 鳥居が増えていき隙間なくびっちりとこうして鳥居が立つようになっていったんですね。さあ千本鳥居はこの先の奥社奉拝所というところまで続きます。もうすぐそこがね奥社奉拝所になります。それではこちらから稲荷山に向かってお参りをしていきたいと思います。はい、それではですね今こちらの拝殿堂からお参りしました。ちょっと裏の方に回っていきたいと思います。ちょっとねこの絵馬見てみてくださいかわいいんですよ。皆さんそれぞれ願い事とか書くんですけども狐の顔の絵馬なんですね。でそこに皆さんそれぞれイラストを書いてらっしゃってただの釣り目の狐じゃなくてねとってもかわいらしい狐になってるんですよね。こっちにもね来てみてください。こっちにもいっぱいいろんな顔の狐がいますよ。
それぞれユニークですね。イケメンもいるし、怖いかもいるし、かわいいキツネもいるし、目がキラキラしたキツネもいますね。皆さん絵馬結構楽しんでますね。絵心になる方いいですねさあ本殿の裏のところにはですね、はい、こちらが礼拝所ですね。ちょうどこの礼拝所の裏手が稲荷山、三の峰、二の峰、一の峰というふうに続いていく方角なんです。ですからこちらからお参りするところがあるんですよね。はい、さてそれでは今度はみゆきちゃんにチャレンジをしていただきたいと思います。はい、向こう側に重軽石があります。たんたかたんたんたん、重軽石チャレンジです。こちらの重軽石ちょっと皆さん見てみてくださいね。一対の灯籠があります。この灯籠の頭の部分、まあ、空輪って言うんですけども、この部分が持ち上げられるようになっているんですね。まず願い事をします。でその後にこの上の空輪の部分、どのぐらいの重さかなって自分のこの心の中で測るんですね。そして実際に持ち上げてみて、思ったよりも重かったら願い事は叶わない、思ったよりも軽かったら願い事が叶うということなんですね。さて見せていきましょうか。はい、それではみゆきちゃん、重軽石チャレンジです。いきましょう。まずは願い事をして、でどっち行きます、右行く左行く、どっちどっち、こっちが左、左に行く、左に行きます、はい、で、自分が想像してください、どのぐらいの重さか。うーん、うん、いい、はい、じゃあそれよりも重いか軽いか持ち上げてみてください。あ、結構軽々と間違った感じ、うん、あ、はい、思ったより軽かったです。よかったよかった願い事叶います、願いまーすよかった。はい、ではこちらの石でいきたいと思います。重そうですか。重そうですね、すごいね。いきます。おーい、みゆきちゃんすごい軽々と持ち上がってたのにすごい重くない。みゆきちゃんペンって上がってたのになんでこんな重いのちょっとちょっとこっちの石持ち上げてもいい。いや重いじゃん、みゆきちゃんなんてあんなに軽く上がったのいやすっごい重いんだけど、あ、想像以上に重かったです願い事叶わないかな、どうしようはい、それでは礼拝所こちらをお参りいただきました。私たちはね、実際にここからの礼拝ではなく山頂まで上がっていきたいと思いますよ。と、ここまではお参りされたことのある方も大勢いらっしゃると思います。ここからが神秘的なお山巡りのスタートです。次回後編でご案内いたします。まだまだ続くたくさんの鳥居をくぐり、随所に点在する数々のパワースポットを巡ります。京都の街を見下ろす絶景の四つ辻、ひたすら登って山頂に向かいます。食レポは伏見稲荷の名物をいただきます。たくさんのパワーをいただける後編も見てくださいね。